お疲れさ、あ、間違えた。お疲れ様ですと。暗黒映画オーディションと、沼プーオーディションの続きっていつやるんですか？送った上にも電話しよう。まあ、多分出ないと思うけど。出ないと思うけど。派遣とか入ってる？いや、わからん。入ってんのかな？お疲れ様です。ミュウツーです。横山みどりさんですか？どうした？ちょっとツイッターでも切れたナイフが言ってるみたいなんですけど、沼プーオーディションで一応僕入所させていただいて、暗黒映画オーディションも入所したじゃないですか。あれっていつやるんですか？そうだな。ちょっとまだ具体的には決めてないけど、まあ、みんな来てもらったから、ちゃんと、映画、今俺さ、ちょっと自分の状況が変わっちゃったのが一番あって。コールセンターってそれがあってさ、なかなか休みっていうのが取りづらい、毎年から取りづらくなっちゃってるから、ことですか？それがあったらもう平日休みだったからさ、それまで。ずっとやめたんだけど、ちょっと自分の状況が、それは申し訳ないと思ってるけど、自分の状況が今、大きく変わっちゃってるから、俺、こじきしてない配信だから、どうしてもコールセンターにいないと生活が成り立たなくなっちゃう、今。最初の5分最間、近こじきしてませんか？もう今、財布から切れてる。なった。そうなんですか？こういうこじきゼロや。完全に財布から切れるシステムになってるから。わかりました。っていうことだから、ちょっと待ってて。まあ仕事忙しいは仕方ないですよね。そういう状況だから。いや、ちょっと正直、まあ電話出ていただけると思えなかったんで、ありがとうございだっます。て、ミュウツーに参加してくれてるじゃん。いろんな企画に参加してくれてるから、それは忘れない。わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあ。また、できれば加藤純一さんと絡みたいです。それはちょっと難しい。そうですか。わかりました。切られた。